六代目正福帝昇格は、落語家、情報落語協会に二代目会長。本名、竹内秀夫。出林は、船行き。大阪府大阪市出身。父は同じく落語家五代目正福帝昇格。母は、落語家六代目、林家昇楽の幼女。息子は同じく落語家五代目小亭、正福帝資格老いは正福帝小つるを名乗って、 昇格と共に若い頃修行していたこともある、渡田勝五枚笹は、昇福亭はじめもんの亭ぼりである。大阪市西区京町堀に、父五代目昇格の次男として生まれる。1933年、高等小学校を卒業し、漫談家、下月亭九里丸の紹介で、震災橋のお茶屋に、デッチ暴行に出る。しかし仕事はそこそこに、 落語や歌舞伎の鑑賞に入れ込み、新町、松島、日田でも遊ぶ。遊興費は、父の着物を室に出したり、父昇格のサークル、学後層の資金にまで手を出すほどであった。周囲は、昇格の御曹司ということと世話になっていた話し会も多く出席されなかった。元は、役者志望だったが、少年時代に片足に重傷を負い引きずるようになった、ため、 断念せざるを得なかった。1938年、兵役検査を受けるが、不合格。これを機にお茶屋を辞め、優等の日々を過ごす。その傍ら、五代目昇格が手掛けた、学語層や、雑誌、髪型はなし編集などを手伝い、落語に関わるようになる。1944年中野島の大阪市、中央公会堂にて、 出番に遅れた出演者の穴埋めとして、芸名なしで、初舞台。演目は、より愛主。以降定期的に主に本名で講座に上がる。1947年当初、格に正式に入門。5月19日、今里双葉館にて正式に初舞台。目の大きい要望だったことから、父の片腕であった四代目桂米団ベーダン治むより、 目玉の松ちゃんと親しまれた、小野松之助にあやかって、初代、昭福亭松之助と命名される。演目は、東の旅、発端。1948年1月1日、恵比寿橋地区の新春工業より4代目、昭福亭光鶴と改名。1953年7月31日、4代目、昭福亭資格を襲名。恵比寿橋昭畜にて、 襲名披露工業。出林を、断じりとする。1954年、絹笠久氏84度目の結婚。伏せしいよいよ刀に強化まえる。1957年4月、情報落語協会が設立され、副会長に就く。1958年6月、朝日放送の専属タレントとなる。1960年に千土地工業から、 小築市に園芸へ移籍1962年3月1日、六代目、小福亭昇格を襲名。道頓堀角座にて、襲名披露公表。出林を、船行きとする。1966年、大阪府民奨励賞を受賞。1968年1月2日、大阪厚生年金会館にて、初の、小福亭はじめ門会を開く。 同年6月、死去した三代目、林家染丸の公認として、情報落語協会第二大会長に就任、1977年まで務める。1969年4月23日、大阪厚生年金会館にて、初の独演会を開く。この年、住吉区小浜に転居する。1971年1月30日、 芸術祭大衆芸能部門優秀賞受賞。8月31日、有馬温泉で行われた、松竹芸能の親睦パーティーの席で泥水して騒ぎ、来賓として出席した、松竹本社の木戸志郎社長を激怒させるなど、周囲の貧縮を買った。松竹芸能の所属タレントはもちろん、親会社からも、昇格の解雇を要求する声が上がる中、 松竹芸能の勝田田社長が仲裁に入り、昇格が価値に謝罪することで、事態は収集した。皮肉にも昇格はこの後メディアでの露出が増えるが、価値は、六世、昇復帝昇格は、なしにて、有馬温泉の一軒での昇格の謝罪が影響したと、解雇している。1972年2月21日、南区千年町の島の内教会内に、 上席、島の内寄せ会場。12月、上方お笑い大賞を受賞。1973年10月、関西テレビ制作のドラマ、ドテライ男に、将軍こと大石郎人脈で、セミレギュラー出演。この年、教会運営の落語会、千里繁盛亭をスタートさせる。1975年、 藤本義和の直木賞受賞作の映画、鬼の歌に特別出演する。1977年5月、神戸市東灘区の東灘文化センターで、落語など、演芸関係の蔵書300点余りが公開される。1978年、住之江区の住之江公園近くに転居。1979年1月、歓歴記念落語会。 六世昇格極め月十三夜を北区道島の毎日国際サロンにて開催した。1981年8月8日公開の映画、男は辛いよ。何はの恋の虎次郎に、安宿の老人役で出演。同年11月3日、四十法賞を受賞。情報落語家としては初。この際、市民税を滞納していたことが発覚し、 急遽支払ったとされる。1984年1月、僧侶弟子、二角との親子会、昇格、二角極め付き13夜を、中央区、本町の北見堂にて開催した。1986年5月28日、北見堂で行われた、林家一門の落語会で、二代目、林家染丸の思い出話を講演し、これが、最後の講座となる。 9月5日、肺炎に伴う呼吸不全と心不全のため、入院先の大阪市天皇区の大阪警察病院にて死去。68歳没。この日はくしくも父、五代目昇格と、長男、五代目枝鶴の誕生日にあたっていた。同じ時期に、同じ病院に、宮川左近省の宮川左近が入院しており、その後左近は、昇格が過ごした個室に入ったが、 その数日後亡くなった。改名は、昇福帝落王昇格工事。墓所は、大阪府大阪市天王寺区上本町九丁目の、ことぶき法事。生誕100年となる2018年9月には、天馬天神繁上帝と同楽帝を会場に、六代目、昇福帝昇格生誕100年祭記念落語会が7日間、開催され、筆頭弟子の昇福帝二角以下74人の、 現存する弟子、孫弟子の話しかがいずれかの日に出演する、一門、揃い踏みの催しとなった。入門当時、消滅寸前だった、情報落語の復興を目指し、三代目、桂米ラ・らと奔走。渦漏れていた演目を掘り起こし、また多くの弟子を育て上げ、情報落語の復興を果たす。米イ三代目、カツラ・ショ三代目、カツラ・ハルで、 情報落語界の四天王と称えられた。合法な芸風と晩年の炉列が回らない語り口が知られているが、若い頃はまさに縦板に、水というところで、テンポよく迫力のある語り、衰退や子供の表現のうまさで人気を得た。特に酒を題材にとった話や芝居話を得意としていた。昇格襲名の頃まではまさに他の四天王たちや、 ほぼ同年代の話し方たちよりは、頭一つ抜けた存在であったと評判であった。また、枝、鶴、染丸同時襲名の折は、看板は枝鶴が上であった。父が五代目昇格だったこともあり、情報落語のサラブレッドやプリンスと呼ばれたことがあった。立川男子は、初対面の時、随分汚ねえプリンスだな。と呆れたが、昇格は、わてがプリンスですね。 そう見えまっか、と逆手にとって、周囲を表していた。若手の頃は、ヒロポン好きであった。覚醒剤取締法が制定される1951年まで、ヒロポンの市販は合法であったが、どれだけのヒロポンを打てるかが、芸人のステータスとなっていた当時、昇格は一生瓶に入ったヒロポンの用水を掲げ、1日に30本、打ったったと、 自慢、わしや春男児は楽屋でヒロポンうっとったけど、米長はリンゴっとったとの思い出を語っている。三代目、桂米朝長は、自分は、注射が嫌いだったので、ヒロポンに手を出さなかったと述べている。話を覚えるのがうまく、二代目松之助によると、五代目、桂文ラ・が、若手の頃に五代目昇格から、天神に山の稽古をつけてもらっていたのを隣で、聞きし、 文みよりも先に、講座でかけてしまった。また、三代目、桂米らも、五代目昇格から、池田のイノシシ以外の稽古をつけられた時に、横で六代目昇格が聞いて覚えてしまったと述べている。神切り芸人の甲三切り平が、舞台で使った残り紙を利用して、年賀状用に、翌年の江とであるネズミを切っていたのを見つけ、木、利平の不在の間に、それを、 全部捨てた上で、自己流の猫を紙で切って置いておいた。幼児から帰って破り捨てられたネズミと昇格の切った猫を前にした、霧兵は、これで腹を立てたらシャレの通人奴や,やと思われるやろなと、ぼやいた。1964年頃、桂春ラハと新世界の飲み屋で、それぞれの弟子を連れて飲んでいた時に、近くの席でヤクザが女に因縁をつけているのを、 見つけた昇格は、春団子にアイコンタクトを取りつつ、三代目と、大数で呼びかけた。状況を察した、春団子も、昇格を、六代目と呼び、弟子たちも、師匠を、おやすさんと呼ぶなどして、しばらく会話しているうちに、普段の役座は席を立っていた。若手の芸人を非常に可愛がっていた。師匠を早くに亡くした四代目林家小染には、大ネタである。 ラクダの稽古を直につけ、小染の最初の独演会のプログラムには、この調子でたゆまず精進してくれれば四代目染丸、襲名も近いうち夢でないと記して、将来を職望していた。その小染が1984年に若くして、事故で救世した際には、不祥事による、謹慎中の身で艶に散列した、カツラに声をかけ、その後、 桂ツラの名前で復帰したものの芸能活動をほぼやめていた金枝を伴って三代目桂ツラ文枝の自宅を訪れ、もう戻したれと持ちかけた。弟子の昌福亭鶴子が山本正幸のプロデュースでうぐいすだにミュージックホールをリリースして大ヒットしたが、それを聞いた昇格はろくに落語もできんくせに流行歌詞会。ストリップの歌い上がってと激怒し、 これを契機に鶴子は本格的に落語に取り組むことになった。鶴瓶の弟子で昇格の孫弟子にあたる昇福亭、昇平は落語家志望だったため鶴瓶に弟子にしてほしいと懇願した。そこで鶴瓶はうちの嫁と師匠の昇格に気に入られれば入門を認めると条件を出す。鶴瓶の妻には認められ、その後昇格と対面した際に 君は人を笑わせるのが好きかと問われ、昌平は好きですと即答した。昇格は昌平に対し、こいつの生き様を見習えと告げたという。私生活においては、酒と借金にまつわる、数々のエピソードなど、合流で知られる。これらは、昇格の弟子たちによって、今でも面白おかしく語られ、六代目の生き方をしのぶ、よすがとなっている。 実際は、家ではほとんど酒を飲まず、外では、芸人、昇格を演じていたのではないかと、筆頭弟子の二角他が証言している。弟子の昇福亭鶴瓶は、昇格の人物像や弟子修行時のエピソードを、長屋の傘や、観舍といった、私落語にし、講座で演じている。生涯四度結婚している。最初の妻とは死別し、最後の妻は、 元芸妓の絹笠和江であり、出会った当初は今里新地で店を開いていた。当時は別の男性と結婚しており、店に夫が姿を見せると機嫌が悪くなり、今里駅前から自宅までの200メートル余りの間を大声を上げながら歩き帰り、家の中でも壁や柱に当たり散らしていた。結婚後は家族、弟子からあーちゃんと呼ばれて親しまれ、 名物的な女将さんだった。絹笠和江は今さと新地の芸儀をした後教師の男性と結婚して、次男カズメを設けたが、その夫は太平洋戦争に出征したまま帰らず、絹笠は戦争未亡人となった。戦後は小料理屋を営み、そこに六代目昇格が通うようになって、気に入り同棲を始めるようになったが、結婚して入籍すると、 遺族年金が入らなくなり、さりとて六代目昇格の稼ぎだけでは、到底足らず、弟子の養いなどでやりくりが大変だから、遺族年金を受け取るために、あえて席は入れなかった。一時期、昇福亭という名の割烹料理屋を営んでいたことがある。芸人が毎日出入りし、食事代を踏み倒すのですぐに店を潰した。ベルが鳴っている電話に出るのが苦手で、マ、ま、ズでしか家人に、 受話器を取らせてから電話を変わった。やむを得ず電話に出なければならない時は、受話器を取るなり開口一番、だだだだ、誰や、と怒鳴っていた。1971年から1979年まで、大阪府知事を務めた、黒田良一の支持者として知られ、黒田の選挙応援をたびたび行った。東京の落語家とも、信仰を持ち、東京でも、六代目と呼ばれた。 特に五代目、柳谷子さんと三、笑い亭ー学とは、同じ世代でもあり、無二の親友であった。昇格自身東京の若手をもよく可愛がり、七代目、立川男子と三代目古根亭新長は昇格に、浸水した。後年、男子は昇格について、外見は合法だったが実に繊細で面倒見がよく、毎晩のように、ご馳そうになったり、普段の講座は、 相撲場風景などの軽いねタしかやらず、大したことないなと思っていた矢先、ラクダをたっぷりと演じたのを聞いて、体が震えるほど感動したなどと証言している。東京の話家が角座に来園するときは、必ず昇格自らは取りに出ず東京方に取らせた。わざわざ遠いとこから来てくれてんのやさかい、気持ちを出てもらわなかんというのが口癖で、その心遣いにみんな感激した。 弟子の鶴子は、東京の落語芸術協会にも加入したとき、周りの芸人たちが、世話になったからと手厚く扱ってくれた経験から、昇格への感謝の念を著書に記している。また、二代目快楽亭ブラックも短期間ではあるが、昇格に世話になったことがある。など弟子に関しては、来る者拒まず、去る者追わずの精神で、多くの弟子を受け入れたが廃業した者も,も多い。 通常では、総領弟子の二角を筆頭に、両鶴までが一門の幹部と認識されるが、二角は八代目襲名問題以降一門と疎遠になっている。鶴光、福笑いは一門の会合には滅多に顔を出さなかった。ものの、六代目の法要等は、福笑いが仕切っている。二角と各章は吉本工業所属。福笑いはフリー。後のほとんどは、 小竹芸能所族である。手塚山、無学、手塚山、無学は小浜にあった、小福亭昇格の旧寺典を鶴瓶が買い取りをし、改築した、純和風ホールである。落語会を開催し一般にも開いている。今までのライブのゲストにもり、おいでしにあたる赤子やさんま、一世尾形、桂米朝、桂春団寺ら豪華な顔ぶれを迎えている。 南海電気鉄道南海本線の小浜駅から東へ約五分のところにある。ありがとうございます。